岡山のね、ギター工房辻四郎ギター工房の方にやってきました。こんな感じですね。はい、映ってるかな。ちょっと GoPro なんでチェックしできないのでこんな感じです。はい、どうもね、ここまで来る途中のビデオはおそらくタイムラプスになったので撮れてないんじゃないかなという疑惑があるんですが、とりあえず到着しました。到着しました。こんにちは。はい、お世話になってます。はい、川村です。2月ぐらいにやばいんじゃないかなと思ったんですけど、ちょっとまだ甘く考えてて、いやそんなこと言うたってゼロにはならんやろがいと思ってたんですよ。4弦言うたら全部バイオリンと同じチューニングになる。マンドリンとバイオリンとビオラとチェロまでが同じチューニング。大変だった。ちょっと、一緒の色にしようと思ってたけど、重ね塗りしてちょっと全然いいです。全然いいです。ありがとうございます。そんな色とかも全然こだわりはないです。まあこれを結局その今もないですけど、結局地元の高校生とかうちのスタジオ来てもらった時にほらやっぱ腐ってもギブソンやから軽いから、女の子ギターやりたいって時とか全然いいし、これ、はい、ありがとうございます。すいません、じゃあお邪魔します。すみません、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、という感じでギターとマンドリンは治りました。まあこれからね、スタジオに戻って、ギターとマンドリンはちょっと試奏してみたいなと思いますが、まあ、あの工房の方でもちょっと映像はほとんど残ってないかもしれないですけど撮りました。いい感じのギターが治ったようなので、これをうまいこと、コロナ収束するように祈りながら、有効な活用の仕方も考えながら、辻さんの工房もね、まだコロナが収まったらね遊びに行きたいと思いますよ。ということでね、息がね、どうもね、映像的に、おお、鳥のうんこ、大自然です。息の方がね、多分動画ちゃんと撮れてなかったので、おしゃべりしながら帰りたいなと思います。辻のおじさんも元気だったし、息子さんもね、元気でした。まあこのね、みんなが元気でね、笑顔でね、本当に会える毎日がね一番幸せなんですよ。お金とかね、地位や名声とかいろいろ大事なものってよく言われるようなものもあったりとかしますけど、本当にこうやってね、大事な時間をね、大切な仲間やね、知り合いの人とね共有できて、それをね楽しいなっていう状況をね支えて、くれるための商売がね、うまいことまたね元に戻ればいいなってすごい思うわけなんですよ。ギターとあと春日のね、マンドリン2本直していただいて、今からねお家に持って帰ってね
弾いたりとかしたいと思いますけど、本当はね、この楽器もね、あの僕の手元にあるっていうのは、まあ、もちろん僕は嬉しいことなんですけど、たくさんのプレイヤーにね、この僕の持ってるギターを弾いてもらって良い作品を作ったりとか、またほら、あの楽器持ってないけど楽器やりたいよっていう人にね、できるだけその地元の南砺市のキッズたちには、まあ無料、今のこの状況なんで無料で貸したい気持ちもあるんですけど、まあ僕の生活もちょっとあるので、行くばっかお金ちょっと取らさせていただいて、まあ、比較的安いお金で取らさせていただいて、もちろんそれは大事に扱ってほしいという気持ちも込めてなんですけども、そういう子たちがね、まあ、コロナ収束したりとか、何も考えずにね、たくさんのみんなと集まっていろんな音楽をやったりできるような状況下になるようにね、多くの人たちに、音楽を作ってもらえるような、何かできることをやろうかなと思います。思いました、特に思いました。なのでね、この修理した楽器がちょっと どういう風な感じで使えるかわかんないですけど、いろいろ今後もいろんなことをやっていきたいと思いましたよ。やっぱね、辻さん大好きなおじさんなんですけど、息子さんもね、若いんで、すごいいろいろ新しいこと考えたり、いろんなこと考えたりとかしてて、僕もできる協力とかは、大したことはできないですよ。所詮マイクをいじったりとかするだけの商売の人間なので、あまり多くのことはできない、一緒にできないかもしれないですけど、ぜひね、南砺市のね、南砺市だけじゃなくてもいいです。もちろん石川県もそうですし、富山県のね、音楽やってる仲間、音楽の仕事をやっている裏方の仲間とね、いろんなものを作るためのね、ことを一緒にできればなと思います。今からこの音楽の世界でどれぐらい広げれるかっていうのは、ちょっと今の辻さんとかとも話してましたけど、この先どんな風になるかって、もう正直見通し、聞くか聞かないかって、もう世界中誰も聞かないと思うんですよね。多分誰も分かんないんですよ。なのでそれはもうね、仕方ないなっていう話で、でもその仕方がないなという中でも、まあ、今後こうなるんじゃないかなとか、こういう見通しになるんじゃないかなとか、いろいろ考えながらもなんですけど、いっぱいね、できることをやれること、これが僕たちのためになるんじゃないか、僕たちがやってる仕事の先に、僕の場合は作ったりとかするようなミュージシャンとか、ライブをしているようなミュージシャン、リハーサルをしてくれ、しに来てくれているようなミュージシャンとかが、収入につながらない、ね、まあ、アマチュアの方も、もちろん収入につながるプロの方もたくさんいると思うんですけども、人たちが作ったもので、この世界をね、世界を変えることは、できないかもしれないですよ。世界を変えることはできないのかもしれないけれども、その世界を変えようとする、世界を良くしようと思う原動力のね、力になるようなことは、やっぱ音楽はできると思うんですよ。たった一人の天才を奮い立たせるような、もしかしたらその人たちを応援できるような曲とか思い出とか、いろんなものを作ることができるかもしれない、そんなようなことだと、やっぱりある程度僕も思ってるので、やっぱその僕
活ができるようなことをね、少し信じながら、まあギターを直したりとか、まあ辻さんはね、辻さん親子のたちには僕はこの後もね、おんぶに抱っこになって助けてもらいたいと思いますし、なので僕ができる協力、まあ音声を収録したりとか、まあ、ビデオを撮ったりとかするお手伝いとかぐらいなら、まあ、僕も何かしらできるところは微力ながらあるかと思うので、やっていきたいと思います。他にもね、いろんな思いでね、やってる仲間、富山県だけじゃないです。東京とか名古屋とかにも、よいしょ、東京とか名古屋とかにも、たくさん仲間がいます。その仲間のためにいち地方人として、いち田舎民として、いち音楽人として、なんかまあできることをちょっとずつやっていければなと思ってたりとかしました。でね、動画の概要欄とかにね、辻さんの、ホームページ、EC サイトとか、なんかいろいろあると思います。ちょっと後で僕、辻さんの息子さんとメールしながら、どんなものあるかちょっと確認しながらなんですけど、辻四郎ギター工房のね、いろんな情報を、まあ、動画では配信してない情報をね、ちょっと載せたりとかして、もし興味ある方はね、ぜひね、コロナが明けた暁にはね、皆さん、南砺市に観光しに来てほしいと思います。全国からね、遊びに来てほしいです。特にミュージシャンの皆さんに遊びに来てほしいです。岡山はね、世界遺産があります。合掌造りの建物があって、そこで一緒にコンサートとか企画しませんか。コロナが、コロナの心配がなくなった時に僕は協力します。音響機材とか技術の面で、全面的に岡山 の合掌造りでライブしたいよとか、そういう方の協力したいなってちょっと思いました。ぜひみんなでね、日本中から、まあ、僕は富山県、まあ、岡山だけじゃなくて、まあ、福光でもいいんですけども、福光のいいところガシガシ、南砺市のいいところガシガシ紹介したいっていう気持ちもすごい出てきましたし、まあ僕の仲良くしている東京のミュージシャンもね、本当は去年とかに岡山の合唱作りでライブしたよね、冬の真冬に、真冬ですよ、バカじゃないかと思いましたよ。岡山って雪真冬何メートル積もるか知ってんのあんたみたいな感じで心の中で思って、まあ、本人に言いましたけど、世界遺産のね建物の中で音楽のライブやっていきましょうよ。いいと思います、すごく。お客さんはね、そんなたくさん集めれない、場所になる。もちろんそのコンサート会場でもなんでもないので、同時に100人とか200人入れるような会場ではないので、そんなすごいことはできない。もちろんその音響機材に関してもそんなすごいものができるわけじゃないんですけども、ぜひね、日本中の、僕のお友達のミュージシャンの皆さんと、そのオンラインサロンみたいな感じでいろんなことをやってられる方いらっしゃるんですけど、ぜひね、南砺市の岡山でそのオンラインサロンとかみたいな感じで小さいコンサートをやって、みんなでね、夜なをこう酒に入れて飲むようなお酒あるんですけども、それとかを一緒に飲みながら、
コンサートとか、ちっちゃいコンサートで20人とか10人規模のコンサートをやったりとかするのも絶対面白いと思いますんで、ちょっとそれ推ししようかな。収束した暁にはかな、そういうような、世界遺産五ヶ山のね、合掌造りの、建物で、ミニコンサートやってみるっていうのはどうでしょうか。アコースティックライブですね。バンド編成で、アコースティックのね、カホン、まあベースに関してはエレベでもギターもエレキ、アコギ何でもいいんですけども、畳の部屋でいろりを囲んで、コンサートとかやりながら、まあ、辻さんのねギターをね、こうミュージシャンの人に弾いてもらったりとかして、でそれできっかけでギターをねやりたいなと思う人もきっといたりとかすればね、辻さんのギターやっぱあの時に影響を受けたから、やっぱ辻さんのギター欲しいよねっていうのもすごい、ちょっとずいぶん先の話になりそうなんですけど、でも全然あるかなみたいな思います。でちょっといろんなことがね、こうやって人と会うことってすごく大事だと思ってて、こうやって人と会って話することによって新しいアイデアもできますし、やっぱお互いのいい場所をねこう伸ばし合えれるとかってねなればね、またそれで次の新しいことができたりとかすると思うので、ぜひねこれからもね、コロナって言ってますけども、不要不急の外出は避けろって言ってますけど、いや避けてるだけだとやっぱりもう経済もどんどん縮こまっちゃうし、できることもどんどん減ってきちゃうし、楽しいことはもちろん、ただ単に楽しいことをどんどん何でも好きなようにやれというわけじゃなくて、やっぱそのこれをやっていくことによって地域も良くなるし経済も良くなるし、なおかつこの感染症を予防する啓発にもなる、そして僕たちはそれ集まるときにはこういうふうな手立てをすれば感染症をうまくクリアしながらでも新しいことができるよっていうことを模索する時期だと思うんですね。たくさんの人が集まるのがダメだったら少数の人間っていいじゃないかと、少数の人間で気が知れた人間で家族のような仲間と新しいことを新しい風に、違うやり方でいろんなことをするのはいいことなんじゃないかなと、ちょっといろいろ思いましたよ。でそれで舞の蔵とか五ヶ山のね合掌造りでコンサート、これちょっと個人名出しますけども、三浦くんやりましょうよ。再三度外視で手伝いますよ。僕の持ってる機材はね、こっから2年間もう使われないんですよ多分誰にも。音響機材はねもうね、人が集まるところ用の機材なのでね、こっから2年間ね誰も僕の音響機材を使わないんですよ。マイクもね、スピーカーもね、もうね、悲しいことかね、使われないんですよ。このまま放っておいたら、ただのテストプラスチックの塊なんですよ。そういうわけにはいかないんですよ。これで僕はもちろん仕事としてお金を稼がなきゃいけないけども、一番やんなきゃいけないのは、この機材を使って何をするかというと、皆さんの笑顔を作りたい。その笑顔を作るためには、もともと僕は裏方の人間で0から1を作るんじゃなくて1を10にしたり1を100にしたりとかする係なんですよ。だからやっぱ僕今こうやって YouTube でおしゃべりしたりとかし始めていて、今ようやく0から1にするような役回りもちょっとこのコロナの影響でね始めたので、まだまだ0から1を作る人間としては初心者なんですけども、やっぱ0から1を作るスペシャリストの仲間たち、
三浦君の名前出しましたけど、カッキー、カッキー、あんたもやよ。カッキー、トラ君、あんたもやよ。ぜひね、ちょっとね、まだ、いろいろ思いつかなかったりとか考えつかないこともたくさんあるんですけど、やりましょうよ。やりましょう。やりましょうよじゃなくて、やりましょう。いろんなことやりましょうよ。五箇山だけじゃないですよ。いろんな場所でいろんなことができると思います。ベイちゃんもそう。ベイちゃんのアースバック。ベイちゃんのアースバックも、まあ、三浦くんと一緒にやりましたけど、いろんな南砺市にいいとこたくさんあります。そこでね、みんなちょっと一緒に楽しいことをやりましょうよ。でもちろんその県外の方からね、それを見に来てくれる人もたくさん来てほしいですけど、ま、近県の皆さんもね、富山県とか石川県の皆さんもね、ぜひね、もう気兼ねなくね、県をまたいだりとか、大切な人に会いに行けれるような状況を作ってね、それでね、状況を作るのはね、やっぱ僕たちなんですよ。コロナ感染症をやっぱり抑止するのは国じゃなくて僕たちなんですよね。僕たち一人一人が感染症をね、食い止める努力を常にして、それに言われなくたってそんなもんできるよみたいなね、マスクしたりとか、まあ、ようやくマスクもね、アルコールもね、供給が少しずつね、なってくるようになってきて、今マスクもね、ちょっと前まで3000円とか、今富山県で配られる、富山県がこう公式で配布してるマスクも2200円ほど、なってますけども、ぜひ、まあ、ね、その値段高い、マスクじゃなくて安いやつもありますけども、できればね、これは僕からの僕の個人的意見なんですけども、国産のマスクを買いましょう。国産のマスクを買っていきましょう。国がたくさん補助金とか助成金とか、お金を投じてくれて、日本の国産のマスクを作れる場所をたくさん増やしてます。そういったね、自分たちの国、自分たちの地域、自分たちの命を守るのは国ではなくて、自分たちの回したお金や自分たちの取った行動で変わってきます。なのでぜひシャープとかですよね、国産のマスクを買って、残念なことにコロナ感染症が広がる前の12月に買ったマスクなんですけども、これはまあメイドイン日本じゃないんですけど、できればね、日本製のマスクをね、買うなら日本製のマスクを買って、国を、日本の企業を、ね、守りつつも、日本の、ね、雇用を守りつつも、ぜひ自分たちの地域や自分たちの大切な仲間を守るための行動をみんな一個ずつ考えて行動をできればいいのかなと思います。まあギターを直しているというのはそういうことで、そういうことなんですよ。自分のギターを直しているんだけれども、このギターを修理しているのは何も自分のギターを直しているだけではなくて、あれですね、日本を良くするために、日本を良くするために、自分の住んでいる地域を良くするために買っている、やっている、ちょっと分かんなくなりつつもあるけど、そんな感じの気持ちです。ちょっと調子が悪いよ、楽器が調子が悪いよっていうこととかいろいろあれば、今直接スタジオベルに来れなくてもメッセージとか、コメントとかは何でもいいんですけども、いただけたら、僕
のお知り合いの職人さんはみんな紹介します。僕のところに持ってきて僕も持っていくんじゃなくて、今ぜひね、皆さんが地域のね職人さんと直接つながってもらって、自分たちの熱い思いを職人さんに伝えてもらう、それで直してもらう、でお金を払うということをして、地域のね経済をしっかり、僕のところにも回ってきたら最高なんです。本当は僕のところに回ってきて僕は最高なんですけど、僕それよりもみんなの喜ぶ顔、嬉しいなっていう顔、北山が治ってその楽器が治ったりとかして調子がいいプレイを見せてくれたりとか、 CD 作ったりとかしてね、まあ CD はうちで作ってくれれば最高なんですけど、それをぜひね世界中の人にね聞いてもらいたいですよ。ニコニコした笑顔をね世界中のみんなにね、そういう音源をね、みんながね、みんなでね一生懸命作ったものをね世界中にね配信して自慢していきたいですよ。なんとし最高って、富山県でもいいですよ。富山県最高とか含めて最高とか、なんとし最高でもいいんですけど、もちろんねそれがそのプロとかプロじゃなくても何でもいいんですよ。それでね一人でもね多くのねいろんな人にね、多くのエネルギーになれば、まあ、一人のために作るものでもいいですよ。楽しいね日本を、みんなで楽しい富山を、みんなで楽しい世界を、みんなで楽しい地球をね作っていこうじゃないですか。やっぱねそのためにはね、みんな一人一人がねできるアイディアと、いろんな考えを持って、行動とかできるといいなぁなんて思います。今日ねほんとすっごい天気いい、すっげー天気がいい。もうねこんな日にね辻のおじさんとねバカ話をねずっとできないのが残念、もうほんと残念。すっげー気持ちいいのにさ、こうやってさ見てずっと動画でやってますし、その対向してくる車とかみんなそうですけど、みんなもね車の中でマスクしてんの。これね去年のこのゴールデンウィークの時期だったら考えられない、あんま考えられない、なんマスクしてんのみたいな話ですよ。けど今はもうマスクするのが普通って、こんなもんね早くね気にせずね取ってね、マスクはねもうお家のね備蓄庫にね3箱ぐらい、50枚入りのマスクが3箱あればいいよっていう世界にしたい本当に。それでねもう美味しい空気吸って、子供たちのたくさん笑い声がする場所に行って、音楽のスタジオでもカラオケでもライブハウスでも音楽のフェスでも全然知らない隣の人とね最高のねライブやね、まあ、バンドのライブだけじゃないよ、あの舞台とか演劇とか何でもいいですよ、花火大会でも何でもいいですよ、全然わかんない名前も知らないね隣の人とね最高だったねっつって、あのライブ始まる前どっから来ました、富山からなんですか、そういうとこから来てますよね。昔だったら僕あのオペラグラス貸してもらったりとかしたこともありましたよね隣の人に。今だと絶対も貸し借りとかないですよね、このコロナの状況なんで。そういう風にねもう隣の人がね同じ好きなものを見に来て、花火とかでもそうですよ、あごめんなさい見えますか大丈夫ですかと、小さい子供もいたらね、あお母さん僕の前に行ってくださいよって、もちろん見やすいですからぜひぜひ見てくださいよみたいにね、気持ちと気持ちがつながるようなね日本をね世界をね取り戻していきたいと思いますよ本当に。そのためにねもうね
できることはね、なんだろうかっていうふうにみんながね考えてね、行動できるような日々を過ごすと、一人一人がそうやって楽しかった日々を取り戻したいと思って考えて行動さえすれば取り戻せますよ。行動が全てです。行動することが全てです。何も考えずに受け止めているだけだと絶対変わんないです。僕もね、運転しながら考えながら喋ってますけど、まあそんな感じでですね、今回は、スタジオの僕のスタジオ所有スタジオとか、まあ、僕が持っていたギターをね直して、大好きな辻さんのね親子に直してもらって、ギターとマンドリを直してもらったという動画でダラダラと喋る動画なので、最後まで万が一ご視聴していただいた方がいらっしゃるであれば